はい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 。きついっすね、今日は。すごくヒット出てたんだけどね。なかなかやっぱりあと一本っていうのが出なかったし、少しアドゥア投手の荒れ球というかね、ちょっとまあ散らばってたっていうところがあるんで、すごくバッターからしても絞りにくかったんちゃうかなっていうふうに正直思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対カープの試合解説の方をやっていきたいと思います。まあ僕がこのテンションなんでね、ジャイアンツが負けたっていうのはあるんですが、やはりまあヒット数はね、ジャイアンツの方が上回ってたというところで、まあ再三ね、チャンスはあったものの、まあ得点できずというところで、まあこういった試合もまああるっちゃあるんですけど、やはりね、ジャイアンツからしたら何とかして勝ち越しを決めなければいけなかった試合ではあるんですが、まあ負け越しをしてしまったというところで、まあ優勝のチャンスはね、まだあるとは思いますけども、すごくね、非常にまあ厳しい状況には変わりはないのかなというふうに、正直なところね、思っておりますと。はい、じゃあですね、今日はですね、まず得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点を見ていきまして、その後に配球チャートなんかも見ながら、僕がね、気になったところを解説していく。この3つでやらさせてください。じゃあですね、まず、得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながらちょっと見ていきたいんで、ぜひね、ご覧ください。はい、今日はですね、まあ2対1というところで、まあジャイアンツ負けてしまいましたと。まあ先制したのはね、ジャイアンツだったんですけども、まあ追いつかれて、まあ9回ですね、9回に追いつかれて、まあ最後10回にね、まあタイムリーを打たれて、まあ負けてしまったというところで、まあすごく。まあね、いろいろこうあのままこう体勢を9回行った方が良かったんちゃうかとかね、まあたらればとかいうかね、もしもみたいな話がまあいろいろね、やっぱ負けた時っていうのはされることって多いと思うんですが、やはりまあね、まあ戸郷投手も余力は僕はあったのかなっていうふうに思いましたし、まあ3試合連続完封という記録も含めてね、いけるかなというふうに思ったと思いますんで、僕はそれに関しては僕は、どうとも思いませんでした。はい、じゃあね、得点シーン振り返っていきます。はい、まず6回裏ですね、これね、また浅野選手打つんですね。浅野選手がすごい、ワンアウト1、2塁から浅野選手、これね、ライト前ヒット、まあちょっと低めのボールだと思うんですけど、うまいことね、逆方向に、面を返さずにね、いいバッティングできてました。非常にナイスバッティングですね。8番に浅野選手がいてね、非常に頼り、になるというところですね。で、9回表ですね。これ、ワンアウト二塁からこれ、小園選手にセンター前ヒット浴びると。まあ、これもね、まあ別に悪いボールじゃないというか、ちょっとボール気味のボールではあるんですけど、まあ、小園選手ね、よくうまく打ちましたと。で、打った、場所もね、その、いいところにだけ転がったというところで、非常にまあ、執念のヒットというところですね。で、10回表ね、これ、2アウト二、三塁から矢野選手のこれ、レフト前ヒットですけども、もうこれもね、もう、本当にね、普通に打ったらね、外野フライになるんですよ。外野フライか内野フライになるボールなんですけど、もうね、上から潰しにかかってるんですよ、ボールを。ガーンって。もうね、もう、まあ、同じような球が続いたこともあったんでね、まあ、そういったところで、もしかしたら高めに、高めは絶対潰すぞっていう風に思ってね、打席に立ってたのかもしれないですね。はい。で、それでまあ、最後、点取れずというところで2対1で負けてしまいましたと。まあ、ヒット数に関しても、まあ、カープが7本、ジャイアンツに関しては11本で出て1点しか取れてないっていうのはね。まあ、負ける時なんで、まあ、こんなもんちゃこんなもんなんですけど、やはりまあ、各駅停車というかね、なかなかこう、ヒット2本で、まあ、1、3塁。まあ、ありましたけどもね、1、3塁というところをね、なかなか作れなかったというか、うん。連打とかあったんですけども、まあ、1、2塁で止まってることが多かったんで、まあ、すごく、まあ、難しい、勝負になったんちゃうかなというか、まあ、1イニング3本ヒット出ないと、点が取れないみたいな状況に、なったんで、まあ、すごくね、難しい、試合になったんちゃうかなと思います。はい、じゃあですね、スタメンの変更で見ていきたいと思います。めちゃくちゃ今日変更点多いんで、ちょっと長くなってしまって、申し訳ないかもしれないですけども、できるだけね、短くいきます。はい。じゃあ僕の顔のところにね、画像を出しながら見ていきたいと思います。はい。まずホーム側のジャイアンツから見ていきたいんですが、
ジャイアンツはですね、昨日5番に坂本選手入っておりましたが、今日は6番に入っておりますと。で、6番の門脇選手が今日は7番に入っておりまして、昨日キャッチャーだった岸田選手に代わって今日は5番に大城選手、キャッチャーで入っております。で、昨日はグリフィン投手で今日は戸郷投手というところで、まあ戸郷投手ね、うまく、ここ最近ね、大城選手、非常にうまいこと言ってますから、非常に、まあ、この選手というのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、対するカープですけども、カープめちゃくちゃ変更してるの。ほんまにやばいやん。はい、いきますけども、昨日1番に入ってた秋山選手、今日は野間選手が1番センターに入っておりますと。で、昨日2番だった野間選手が今日は出ておらず、末金選手がライトに出ておりますと。で、昨日3番に入ってた堂林選手が今日は6番にファーストで入っております。で、昨日5番だった小園選手が今日は3番で、菊池選手昨日6番だったんですけども今日は8番で、昨日坂倉選手が7番キャッチャーで出てたんですけども今日は5番キャッチャーで出ておりますで、昨日8番ショートの、矢野選手が今日は2番に入っておりましてで、ピッチャー床田投手から今日はアドゥア投手というところでまあ、アドア投手もね、まあ、5番手、6番手のピッチャーだと思うんですけども、非常に、勝利をね、重ねてるというのがありますから、で、やられてるというのがありますから、まあ、どうやってね、対策をしていくか。まあ、ちょっとムービングボールというか、まあ、動くボールであったりとか、少しまあ、荒れ球気質なところはあるんで、そこをどうやって、まあ、投手を持って打っていくかっていうところが、まあ、ジャイアンツに、非常に鍵になってくるんちゃうかなと思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、まあ、今日こういう、今日なんで負けたのみたいなところも含めて、解説していきたいと思うんで、こっから見てください。こっから見てくださいよ。こっから見てください。はい、行きます。はい、まず、どっから行きましょう。1回裏行きましょうかね。先頭丸さんがレフト前ヒット、吉川選手バント成功。で、ワンアウト2塁からモンテスのサードゴロ。まあ、ちょっとこれ、2塁ランナーの丸選手が、まあ、ちょっと飛び出してしまったというか、強殺プレーでアウトになってしまうと。で、2アウト1塁で、岡本選手の、まあ、センターフライで、まあ、ランナー2塁まで、ワンアウト2塁まで行くんですけども、まあ、点が入らずというところですね。はい。で、2回裏、いきなりね、ジャイアンツ、ビッグチャンスありました。先頭大城さん、フォアボール、ノーアウト1塁から、坂本選手、センター前ヒット。で、ノーアウト1、2塁、門脇選手、いい当たりだったんですけども、レフトフライ。うん。まあ、ここ、まあ、極論というか、まあ、ランナーをね、2、3塁に進めてほしかったなっていうところはありますけども、まあね、まあ、ちょっと仕方ないかなっていう感じは、いい当たりだったんで、結構ね、うん。ありました。で、ワンアウト1、2塁から浅野選手のこうセンター前ヒットね。で、これ満塁作ると。はい。で、まあ、この回、フォアボール含めて、まあ、3出塁してるんですけども、ワンアウト満塁、戸郷選手、まあ、初球を打って、5-4-3 のダブルプレーというところで、まあ、ね、まあ、満塁で、なかなかね、積極性を出していくっていうのはいいんだけども、やっぱりこう、まあ、戸郷投手でにね、かけるっていうよりかは、やはりそれまでにね、得点を奪えたら、ベストだったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい。で、次3回裏いきます。はい。これもチャンスあったんですね、ジャイアンツが。2アウトからモンテスがヒット、岡本選手ヒットというところで、連続ヒットで、1、3塁作りますと。2アウト1、3塁。ただここで大城さんが、まあ、ファースト、ピッチャーゴロというところで、ちょっとね、まあ、ストレートとチェンジアップをうまく使われたなというか、まあ、少しちょっと荒れ球気質があるんで、ちょっとバッターからしても的を絞りにくいというかね。まあ、例えば昨日の床田投手とかだったら、コントロールいいんで、大体こう、まあ、球種であったりとか、コースで絞っていくっていうのはすごく簡単なところ、簡単というか、やりやすいんですけど、今日のアドア投手ね、まあ、コントロールが悪いわけではないけども、ちょっと荒れ球というか、ストライクゾーン内で結構暴れてたというか、荒れてた感じはあったんで、バッターからしても非常に打ちにくかったんちゃうかなと思います。はい。でですね、4回表、初めて東郷投手がランナー、先頭ランナー出すんですね。矢野選手に、ライト前ヒット打たれて、ちょっとやばいなっていう感じはあったんですけども、小園選手を、まあ、センターフライに打ち取って、ワンアウト1塁から、まあ、今までね、ずっと打たれてる末金選手を しっかりね、6-4-3 のダブルプレイに取れたっていうところは、非常に良かったと思うし、非常にね、やっぱり先に2ストライクに追い込んだっていうのは、非常に良かったと思います。で、これ4回裏ですね。またこれね、チャンスあるんですね、ジャイアンツね。点取れないんですけど、まあ、坂本さんヒット、門脇選手もヒット。で、1、2塁で浅野選手ショートフライ。まあ、これは、まあ、戸郷投手ね、次が戸郷投手なんで、まあ、ここで浅野選手で、まあ、勝負かけているっていうところなんですね。ただ、2ボールになってね、スライダーボール、ストレート、ストレートでボールっていうところで、まあ、2ボールになって、浅野選手もね、ストレート1本で待ちに、で、狙いに行ったんですけども、ショートフライっていうところで、まあ、これは、神一重だったかな、というふうに思いました。
で、戸郷投手バント成功させて、で、ツーアウト2、3塁で丸選手が空振り三振するんですけど、ちょっとこれね、配球チャート見ていきたいと思います。まあ、すごくチャンスだったんで、まあ、惜しかったんですけどね、これね、ストレートボールになりますと、で、ストレートでファール、で、ストレートでボール。で、この時点で、ツーボール、ワンストライクね。で、チェンジアップがね、いいとこに決まるんですよ、これでね。いい感じにストレートを見せながら。うん。で、空振りしちゃうと。で、2-2になりますと。で、ストレートがボール。これもね、インハイの方にバーンってこう食い込んだようなボールに来て、で、最後、4球目に空振りしたようなね、チェンジアップが同じようなところにね、来て、まあ、丸さんが空振り三振してしまうんですけど、まあ、そのチェンジアップの抜けというところ、まあ、腕でね、めちゃくちゃ振ってるんで、やっぱりこう、ストレートもね、まあ、球速はめちゃくちゃ出てるかって言ったらそうでもないんですけど、まあ、そのストレートとチェンジアップのその緩急というかね、そこにちょっとやられた感じはありましたし、ちょっとね、今日丸さんがちょっとブレーキというか、まあ、ちょっとまあ、難しいんですけど、打つのはね、うん、っていうところはちょっとあったかなと思いました。はい、でですね、次、ここもまたジャイアンツがチャンスある。どんだけチャンスあんねんって話なんですけど、これ6回裏もね、これワンアウトから坂本選手ヒット。で、ワンアウト1塁から門脇選手ヒット。っていうところで、またワンアウト1、2塁で浅野選手来るんですよ。で、ここで、タイムリー浅野選手打つんですけど、これもね、ストレート、初球をね、振りに行った。っていうところで、まあ先ほどの前のバッターのこの門脇選手も初球のチェンジアップをヒット。で、浅野選手も、初球のストレートヒットというところで、まあ初球攻撃が実を結んだいい形だったなというふうに思いますし、まあちょっと低いボールだったと思うんですけど、非常にね、センターから右方向を意識しながらね、打ったのが非常にいい結果につながったんじゃないかなと思いますし、まあ浅野選手ね、よくやってくれてるなと思います。で、ワンアウト1、2塁で東郷選手バント決めて、ここでですよね、2アウト2、3塁で丸選手また来るんですけど、先ほどと同じ場面に来るんですけど、ここでピッチャーが堀江投手に変わりますと。左のね、いいピッチャーですけども、変わりますと。で、これちょっと不運だったのが、まあ、配球で見ていくと、まあ、スライダーで空振り、ストレートでボール、カットボールでボール、で、ストレートでストライク、で、ストレートでボールってなるんですけど、最後のフォークボールが、ずっと外攻めだったんですよ。ずっと外攻めだったんですけど、最後のフォークボールがちょっと抜けてきてインサイド来たんですね。逆にそれが、バッターからしたら非常に打ちにくい。ボールになって、まあその打ち取られるわけですけども、ちょっとねこれはね、まあ外勝負でちょっとこうバッターが被っていくというかね、ちょっと外の目付けになって最後フォークボールっていうボールをちょっとこうインサイドインハイに来たんで、ちょっとね丸選手もね、打ちにくかったんじゃないかなと思いました。はい、で次いきます。これ、同点に追いつかれた回ね、これ9回表ですけども。まあ、先頭、野間選手にこれヒットね。これ、野間選手っていうのはね、ほんとねちこいよね。ほんとねちこいと思う。ほんまにマジで。マジでいい選手だと思うわ、これ。で、ピンチランナーの葉月選手が出てくると。で、ノーアウト1塁で矢野選手バントしっかり決めると。で、ワンアウト2塁ですよね。ここで小園選手センター前ヒット、タイムリー打たれるんですけど、これも、全然悪くないんですね、ボールとしては。ストレートで、1球ね、ストライク取って、で、ストレートで、ファール取って、で、2ストライク追い込むわけですよ。で、まあ、戸郷投手もね、3球勝負をしに行ったわけではないと思うし、まあ、ストライクからボールにボールなるボールというところで投げたと思うんですよ。で、アウトコースになるフォークボール。まあ、もしかしたらボールかな、ぐらいのボールだったんですけども、これうまく、小園選手がね、ショートスイングというか、うまく当てて、二遊間に転がしね、打球はそんな速くなかったんですけど、逆に打球がそんな速くないからこそ、まあ、ホームに帰ってこれた。まあ、葉月選手なんで、足速いんで、あれなんですけど、まあ、そういったところもあったんちゃうかなと思いますし、やっぱりね、広島の打線というか、その追い込まれてからのショートスイングの精度が高いというか、うん。まあ、そんな、ツーストライクからいきなりガーンってホームラン打つような感じじゃないんだけど、やっぱりこう、ね、引きつけて打っていくというか、ショートスイング、まあ、8割ぐらいのスイングで、パチンとこう内野の間を抜いていくスイングっていうのは、まあ、一番、チーム単位で言うと、一番間違いなく上手いよな、っていうふうなところありますと。で、これ9回裏、まあ同点ね、さっき9回表追いつかれて、ちょっとやばいなって感じはするんですけど、もう9回裏にもね、ジャイアンツチャンスあるんですね、またね。島内投手来まして、で、ワンアウトから丸選手がフォアボール、で、ワンアウト1塁で吉川選手センター、レフトフライ。で、ツーアウト1塁でオコエ選手の時に、まあ1球目チェンジアップが暴投になって、まあワイルドピッチになって、ランナー2塁行って、で、オコエ選手がこれレフト前ね、これ非常に、よく打ちました、これ本当に。で、これ、2アウト1、3塁という場面で、岡本選手。ここでサードゴロですね。ここでちょっと、
サヨナラあるかなと思ったんですけど、まあ、チェンジアップ、ストライク、ストレートでボール。で、最後ストレートでちょっと詰まったような形でね、サードゴロというところで、ここで、ね、まあ、岡本選手、最近調子いいんで、打ってくれるかなと思ったんですけど、まあ、島内投手の球威が勝ったというところですよね。で、やっぱり、ピンチの後にチャンスあり、チャンスの後にあり、チャンスの後にピンチありというところで、まあやっぱりこう、ここでケラー投手を出すと。10回表でケラー投手を出すと。いうところで、やっぱり、さよならというか、まあ点取られるんですけど、この回ね。やっぱりフォアボールが、やっぱ絡んでくるんですね、ここで。ワンアウトから、菊池選手にフォアボール。で、ワンアウト中で、ここでピンチヒッター秋山選手出てくるんですね。ほんと嫌やなっていうところ。まあ左対右、右対左か。右対左もありますし、まあその秋山選手のベテランのね、この経験の読みとかもありますから、非常にこう、ここで出てくるのは非常に厄介だというところ。で、ストレートファール、ストレートファール、ストレートボール。で、ストレートボール。で、これでストレートで4球見してね、だいぶストレートに比重を置かしといて、ストレートを頭に入れといて、最後カーブいったんですけど、非常にこれもね、うまく打たれると。この、2ストライク後のアプローチというのが、広島に関しては非常にうまいですね。うん。で、それでこれライト線のね、まあ、2塁打になると。ライトで2塁打になって、で、ワンアウト1、2、ワンアウト2、3で、上本選手というところで、まあ絶対ね、ここは、三振を取りたい場面。うん。内野フライか、まあ三振ですよね。理想は。で、もし三振を取るんであれば、そういう打球を打たすんであれば、間違いなく、ケラー投手といった高めのストレートを使っていくべきなんですね。で、ストレートボールになって、ストレート高めのボール行って、上本選手が、まあ、その高めのボールに食いついて打ってきたんですけど、それがセンターフライ、浅いセンターフライ。これは非常に良かったですね。本当に。で、ここですよね、ツーアウト2、3塁で矢野選手がこれレフト前ヒット打って、まあ逆転されるわけですけども、ちょっとここ配球チャート見ていきたいと思います。まあはっきり言うんですけど、この配球に関しては全然悪くないです。とか僕でもね、こういう配球してると思います。ストレートで、空振り取って、ストレートでボール。で、ストレートで空振り。ここでワンボールツーストライク追い込みますと。で、ストレートでファール。ストレートでファールというところで、もうストレートにちょっと、ついてきたなって感じがあったんですよ。うん。で、そこで一球カーブ見せると。うん。あの、ドローンとしたカーブ見せて、ボールになると。で、最後もう一丁高めの、ストレート要求して、まあ、要求通りに来たんですけど、その矢野選手が最後ね、上からパーン被せて、レフト前ヒット打つわけですけども、これは、正直矢野選手が上手いです。はい。いくらね、高めが来そうだって分かってても、あんだけ球威のあるボールですから、非常に普通に打てばね、まあ、サードフライとか、レフトフライとかになりがちなんです、なりがちなんですけど、それをもう本当に、ヘッド、もう大根切りぐらいで打ってるんですよ、感覚的に。カーンって打って、それを、レフト前に持ってったっていう、この矢野選手のね、本当にねちこさというか、意識の強さというかね、選球眼も含めて、僕は正直素晴らしいなと思いました。これを別に配球批判とかはしてるやついたらマジおかしいですね、正直。で、まあ、小園選手をまあセンターフライに打ち取って、まあ、まあ1点で済むんですけども、まあ最後ね、このまあ栗林選手が、まあ出てきて、まあ大城さんのね、ライトフライもね、これ抜けるかなと思ったところ、末金選手がいいプレーしたりとかね、ありまして、まあ最後負けてしまったというところですね。はい、まあね、この打たれた場面とかを言って、でもね、今日は、僕は全然そう思わなかった。悪い配球だと思わなかったし、最善のリードをしてたと思うし、まあ、ピッチャーもね、しっかりある程度やっぱ投げ切ったと思うんですけども、それを打ち砕いたね、まあ、矢野選手であったりとか、まあ、小園選手の技術が上だったなっていうふうな、ところはね、正直感じました。で、まあ、広島、すごくツーストライクアプローチが上手いというかね、うん、まあ、小園選手もそうですし、矢野選手もそうですし、秋山選手か。代打で出てきて、言うたら、1打席目で打ってるわけですよ。あれで言うたらね。ストレート意識させた中でのカーブで、あんだけうまく拾ってるわけなんで、そういったところで、その広島の、底力というかね、本当地型みたいなところを非常に感じましたし、まあ、結局、敗因っていうのは、やはりもう、皆さん分かってると思いますけども、こんだけチャンスを作って、まあ、あと1本が出なかったっていうところ。まあ、あと1本が出なかったというより、まあ、1、3塁というところをね、もうちょい多く作れてたとしたら、多分、得点はできてたと思うんですけど、非常に、まあ、各駅停車になってしまったっていうところもあるしね。まあ、走塁も含めて、まあ、すごく、まあ、足のことだけを言ってたら難しいところがあるんだけど、やっぱり打球方向であったりとか、できれば、そら、走者のね、背中側というかね、そっち側に打ってた方が、野球っていうのはね、ランナー進んでいくわけですから、そういったところも含めてね、まあ見直していくべきところはあるかなと思いますし、これからね、まだ優勝ができない、
決まったわけじゃないですし、まだ差はありますけども、今後ね、どんだけ、まあ、松田もありますし、甲子園もありますから、ちょっとね、そこのジャイアンツの奮起というところを期待していきたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日終わってきます。いつもありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあね、バイバイ。